ボンジュア、サッカーキングチャンネルのミシです。いよいよ大型連休が始まります。今年のゴールデンウィークは10連休ということで、まあ、いろんなところにお出かけする方もねいらっしゃると思うんですけども、まあ、この動画ではこのゴールデンウィーク中に見ておきたい5つの試合を紹介したいと思います。チャンピオンズリーグ出場権をかけた一戦、マンチェスターユナイテッド対チェルシー。ここ10年ぐらいでしょうか、まあ、プレミアリーグをリードしてきた2チームによる対戦です。まあ、すでに両チームとも優勝は厳しくなってはいるんですけども、まあ、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけた一戦になるかなというふうに思っています。今シーズン最初の試合では2対2のドロー、チェルシーが劇的な同点弾を決めて追いつくといった展開でした。マンチェスターユナイテッド対チェルシーの試合は4月28日日曜日24時30分キックオフ、放送はダゾーン J スポーツです。白熱必至のイタリアダービー、インテル対ユベントス。セリアには名門と呼ばれるクラブがたくさんあるんですけども、1967年時点でセリアを10回以上制していたのがユベントスとインテル、まあ、この2つのクラブだったということもあって、この2チームの対戦がイタリアダービーというふうに呼ばれるようになりました。今シーズン最初の対戦ではユベントスが1対0でインテルを下しています。インテルにとってはユベントスに対してのこのリベンジ、そしてチャンピオンズリーグ連続出場に向けて負けられない一戦となります。インテル対ユベントスの一戦は4月27日土曜日27時30分キックオフです。この試合はスカパーで放送されます。伝統のルールダービー、ドルトムント対シャルケ。ドルトムントとシャルケの本拠地はわずか数十キロしか離れてないという場所にありまして、こちらの両チームの対戦はルールダービーというふうに呼ばれています。両者の公式戦通算対戦成績なんですけども、これまで177試合を行いまして、ドルトムントの61勝46分け70敗というふうに負け越しております。今シーズン最初の対戦ではアウェーのドルトムントが1対2で勝利を収めています。今シーズン両者の立ち位置は非常に対照的となっておりまして、ドルトムントはバイエルンと激しい優勝争いを繰り広げていますし、一方のシャルケは残留争いに巻き込まれています。順位勝ち点こそだいぶ違いますけども、まあ、白熱した試合になることは間違いないでしょう。ドルトムント対シャルケの一戦は4月27日土曜日22時30分キックオフ、この試合はスカパーで放送されます。日本人対決に注目、ガラタサライ対ベジクタシュ。トルコを代表する名門クラブであるガラタサライとベジクタシュ、この両チームは共にイスタンブールを本拠地としています。ガラタサライに所属する長友選手なんですけども、まあ、年明けに左膝の負傷がありましたが、第28節のフェネルバフチェ戦でベンチ入りをしまして戦列に復帰しました。そして今冬ベジクタシュにやってきた香川選手、スタメン出場はあまり多くないんですけども、途中出場から大きなインパクトを残しています。ガラタサライ対ベジクタシュの一戦は5月5日日曜日25時キックオフ、この試合はダゾーンで放送されます。令和初ゴールは誰だ、サンフレッチェ広島対横浜 F マリノス。まあ、日本では5月1日から新元号の令和となります。まあ、平成に始まった J リーグなんですけども、最初のゴールはヴェルディ川崎に所属しているマイヤーでした。そして令和初ゴールを奪うのは一体誰か、ここも非常に注目ポイントです。5月3日は ACL に出場する4クラブが試合を行います。5月3日の2時キックオフがサンフレッチェ広島対横浜 F マリノス、そして浦和レッズ対ジュビロ磐田、3時キックオフが鹿島アントラーズ対清水エスパルス、そして川崎フロンターレ対ベガルタ仙台となっております。令和初ゴールというところにちょっと考えますと、まあ、2時キックオフのこの2試合のどちらかで生まれるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、中でもサンフレッチェ広島は、まあ、固い守備を武器に非常に攻撃力もありますし、 F マリノスもアタッキングフットボールを掲げ非常に攻撃に定評のあるチームです。共に得点を取れる選手が揃っているということを考えると、広島対 F マリノス、この一戦で令和初ゴールが生まれるんじゃないかなというふうに思いました。僕が考える令和初ゴール、一応一応で予想しておこうかなと思います。令和初ゴールはサンフレッチェ広島のパトリック選手。まあ、パトリック選手はね、まあ、日本に住んでかなり長くなりますし、まあ、日本国籍を取得したいとか、ツイッターにね、日本語を勉強してる映像とか上げたりして、まあ、非常に日本にね、好意を抱いてる選手の一人だと思うので、まあ、こういった日本を愛する選手が令和初ゴールっていうのもなんかいいんじゃないかなというふうに思いまして、パトリック選手と予想させていただきました。サンフレッチェ広島対横浜 F マリノスの試合は5月3日金曜日2時キックオフとなっております。この一戦はダゾーンで放送されます。いつもご視聴いただきありがとうございます。ぜひ皆さんの注目試合ですとか、まあ、先ほど触れましたけども、令和初ゴールは誰だ、こちらもたくさんコメントお待ちしております。そしてチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それでは良いゴールデンウィークをお過ごしください。さようなら。